どうも皆さんこんにちは、ミスターマネです。イエーイ。今日はですね、ちびころバルーン、バルーンアートのちびころバルーンなんですけども、こういうやつですね。あのじゃじゃーんあのセクシーマネコを作りまーすね、なんかこうセクシーでしょ。なんかこれ渡すとプレゼントすると確実に笑いが取れる一品です。で、顔の部分はね、各自好きな自分のお顔を描いてもらえればいいと思いますね。ちゃんとこうね、あの後ろも見せますね。後ろもめちゃめちゃいい感じになっております。こんな感じですねセクシーマネコちゃんの作り方、今からレクチャーしていきたいと思います。練習と思ってね、作ればいいかなと思いますね、こういうやつね。じゃあ頑張ってやってみましょう。はい、今日使いますバルーンはこちら260って呼ばれてる2本のバルーンですね。ピンク色と肌色、2本だけ使います。で、肌色とピンク色で、まあ、セクシーマネコを作っていきますね。で、そしてあとね、顔を描き込むペンがありまして、今日使うのはこちら、もう愛用なんですけどね、乾きまペンっていうね、乾きまペンっていうこのペンの3種類ね、黒、ピンク、赤を使うのと、あと、シールね。おめめちゃん用に使うこのシールと、あと細いペンね。普通のマッキーですね。マッキーちゃんを使います。ではまずこちら、膨らますところから入ります。で、ちびころバルーンを作るときは、先にここ結ばないんですね。結ばないで、両方結ばないで、この両方を交差して僕はいつも作ってるんですね。そうすることによって、重なり代が、結び目がちっちゃくなるのでね、一個ちっちゃくなります。なので、この方が綺麗になります。で、今、尻尾の方はこのぐらい残ってますね。手で合わすとこのぐらいかな。このぐらい残してます。もう適当です。これは後でちぎるので、だいたいこのぐらい残ってれば大丈夫です。ではまずピンクと肌色の中でまず手から作りますね。手から作っていきます。で、もしね、この部分が細いなと思ったら、指で一回中に押し込んであげて、グッと押し込んで離してあげると、なんかちょっと膨らみますんでね、ここが。やってみてください。じゃあ手から作ります。まずこうやって普通にちっちゃい丸、何センチかな、2センチぐらいの丸を作ったら、まずピンキーツイストします。よいしょ。はい。そして顔を作るんですけども、顔は手ですね、自分の手を見て、自分の手よりもちょっとちっちゃいぐらいで回していきます。で、反対の手を作ります。これもちょっと空気を抜きながら、ちっちゃめの丸を作ってピンキーツイストをします。よし。はい、これが手と顔ですね。そして今度はお帽子を作るので、ピンクのお帽子を作っていきます。ピンクで顔と同じぐらいの大きさですね、顔と同じぐらいの大きさにして、ここで結んで手に引っ掛けてあげます。よいしょ。さあ、そしたらもうピンクはちょっと使わずに、今度肌色でいきます。肌色で体と足を作っていきます。体は顔よりも若干小さめが可愛いと思います。作ったら手にグッと引っ掛けてあげて、そしてその後ろ側にもう一個体を折り返しで作っていきます。よいしょ。で、ここでもう一個折り返しね、折り返してもう一個作っていってあげます。こんな感じです。よいしょ。わかりますか？はい。今こんな感じですね。肌色があって、そのピンクが一箇所だけね。こんな感じです。ピンクが一箇所と肌色。で、今からこの肌色と肌色の下方向ですね。ここに足を作ります。もうちびころバルーンではおなじみですけども、まあ初めて見る方もいらっしゃいますから。ここにちっちゃな足を二つ、玉を作ったらぐーっと伸ばして、反対の手に引っ掛けていきます。 OK です。
はい、じゃあ今ここまで出来上がりました。ちょっと形をこうやって整えてあげてください。はい、できましょうね。さあここまで来たら今度はこのねピンクを使います。肌色はもうここで使わないので、ここで実はもう消去してもいいんですけどもね。どうしよう、まずとりあえずまあ肌色ピンクくっつけるか。じゃあピンクで今からここにね、あのビキニのブラを作ります。でこれは本当にちっちゃく、これもちっちゃくこのぐらいですね。もうなんだろう、15ミリぐらいかな。2センチあると大きいのかな。あ、でもこんぐらいでいいのか。よし。で、出来上がったら、あ、プチって、戻っちゃった。で、もう一回。ね、空気をちょっと抜きながら作って、反対の手にかけてあげます。よいしょ。はい、出来上がりました。ビキニ。はい、ビキニ出来上がりましたら、次は、帽子のこのトップの部分ね、上の部分作ります。ここですね、この部分にピンクの風船を乗せて反対側に、反対側の手に引っ掛けていきます。よいしょ、よいしょ、出来上がりました。さあこのぐらいまで来ましたよ。じゃあここまで来たら次はあのパンツですね、水着のパンツを作ります。足があって、足の上と前と後ろに、空気をしぼませながらこのピンクの風船を取り付けていきます。じゃあやってみますね。ここから空気を抜きながらですね、ちょっとこう右にひねりながら差し込んでいく感じですね。で空気を手で抜きながら、あのこれ細くやると思ったらいいです。細くやりますみたいな。そして反対側の手の方にくっつけていきます。よいしょ、そしたら折り返しで前の方もいきましょう。今度はここですね、この部分同じように折り返していきます。空気を抜きながら、そうこんな感じ、空気を抜きながら、よいしょ、で手の方に引っ掛けていってあげます。よいしょ、はい。そしたらもう肌色とピンク使わないんですけども、あ、ピンクはもうちょっと使うか。肌色はもう使わないのでちぎりますけども、ちょっと結び目ができるぐらい余力を残して、だいたい手1個分ぐらいかな。はい、ここでまあ切るなりちぎるなり、ちぎれる人はちぎって、できない人はハサミで切ってみてください。肌色はもうこれで使いません。よし、でしぼましたここね端末を結んであげて、ギュッと結んであげたら、この辺りですね、端末処理をしていきます。こうすることによって横から見てもちょっと綺麗に見えますんでね、こんな感じで。はい、で反対側、これねちょっと整えときましょうね、形を。自分でなんかこうよく綺麗に見えるようにちょっと整えといた方がいいですね。ならもうこのピンクの残ったところで、このお帽子のあのバニーちゃんの耳を作るので、これも同じように手一個分ぐらいでちぎります。でちぎったらこちらね、今から使うので先っぽを結んどきますね。そのまま使います。ギュッと結んどきましょう。はい、ではこの状態で今から耳を作るんですけども、手一個分ぐらいでいいのかな。この耳はもう自分で調整してください。僕このぐらいでいいと思うんで、これで折り返してギュッと折り返して、同じところでもう一個結んであげます。でこれをね端末でぐるっと、でこの中を一回通します。中を一回通してあげて、
はい。で、そして、あと、ここですね。長いこの、風船ちゃんに肩結びのように結びます。ぎゅっ。OK です。じゃ、こういう感じになりますね。はい。そして、あと、この耳を取り付けるのに、ある程度の長さの風船が必要なんで、これも手1個分ぐらいかな。手1個分ぐらいのところで切ってあげます。はい、これはもう使いません。で、これですね、引っ込まして、この端末で取り付けします。はい、それではですね、本体の方に戻りまして、先ほどちぎった、もしくは切ったところの端末も同じように結んであげます。結んであげて、まあ、どこかな。このあたりに差し込んで端末処理すると綺麗です。あとは、この耳をセットするんですけども、ここですね。てっぺんを見たらわかりますか？ここの部分に差し込みます。この部分に差し込んで、あ、顔の前から、顔の前から端末部分を引っ張っていきます。ギュッと。ね。そうすることによって、耳が取り付けていきます。ギュッと引っ張ったら、この手の部分、どっちでもいいので、手の部分に、ギュッと、ギュッと巻きつけてあげます。これで耳の部分が取り付け完了しました。で、端末処理を忘れずに。よいしょ。よし。OK です。じゃ、こんな感じで、かわいいセクシーマネコ出来上がってきました。よいしょ。あとはね、顔を描くんですね。ここは顔なんでね。はい。それでは、ここ顔を描いていきます。まず、黒いペンで目を描きます。これはね、僕の似顔絵で描くので、皆さんは自分の似顔絵で描いてみてください。では、目描くよ。ここはもう本当に絵心が試されるとこですけどね。目はちょっと大きめに描いた方が可愛らしいです。よいしょ。こんな感じかな。そして、僕の場合、眉毛を描きます。太い眉毛を。いつも描き慣れてるからね。自分の自画像は。よいしょ、こんな感じかな。はい。で、あとね、僕の場合ちょっとね、ここにね、目の縁を二重にしたいので、細いね、マッキーちゃんで、まあ、こんな感じですね。こんな感じつけます。ここですね。そして、顔を描くときいつも必需品なのがこのね、ピンクの乾きまペンちゃんね。これでほっぺを描くことによって可愛らしさがめちゃめちゃ数段アップします。確実にこれ描いた方がいいです。ね、こんな感じですね。可愛くなります。で、最後に赤ペンで、口を描きます。口僕はいつもニヤでいいので、ニヤって、はい。まあ、こんな感じでしょうか。で、そこで、あとね、目のところにね、シールを、最初に出しました、このシールちゃんを。目の中に貼ることによって、すごく目がね、いい感じに、輝きます。よいしょ。これあるのとないのでは大違いなんで、極力ある方がいいです。ほら。ね、こんな感じです。イエーイ。よし。では、セクシーマネコちゃんの完成です。あとまあ、個人的にこの辺に白ペンとかで、なんか花を入れるとかね。何色にしようかな。赤にしようか。こうやって花を描いてあげるとか。よいしょ。なんかこんな感じで。ね、描いてあげるとなかなかいいと思います。
ね、こんな感じで、あとね、まあ僕なりには、あとおへそあるので、おへそ書いてあげたり、はい、おへそ書いてあげたり、お尻書いてあげたり、この辺ね、この辺はもう遊び心なんでね。こんな感じで、こんな感じで、ね、書いてあげると楽しいと思います。よし。はい、では、こんな感じです。セクシーマネコちゃん完成。